はい、今回は、2005年式 250TR 川崎のバイクですね、紹介していきます。はい、まずですね、こちら外観ですね。リムもかなりサビがほぼほぼないぐらいでピカピカな状態ですね。でこちらがタンクですね。ちょっと飛び石傷みたいなものはあるんですけど、タッチアップされてますね。でこちら車外マフラー、音は結構静かです。はい、こちらリアですね。とはい、こちらですね、シート、リアフェンダー、リアフェンダーがアルミの車外品に変わってますね。でこちらが鍵ですね。鍵が、2本純正キーがついてますのと、多分スペアがこうちょっとカスタムされたキーに変わってますね。はい、でこちらハンドル周りですね、ハリケーンのハンドルに変わっておりまして、ちょっと低くなってますのと、こちらですね、 USB の充電器一口ついております。はい、反対側にもう一口がついてるという感じですね。はい、でこちらですね、2005年式になりますのでキャブレター車になります。結構ね、 250TR、最近はカスタムベースとかにも使われてますので、キャブ車であれば触りやすくていいんじゃないかなと個人的に思います。はい、で当店ですね、保証の方が1年1万キロついておりまして、こちらの状態ですとタイヤはまだいけるか微妙かなという感じですね。微妙なので交換ですかね。前後一応新品に交換、こちらの車両であればさせていただきますので、はい、ぜひとも、気になる方はお早めにお問い合わせの方お願いいたします。